さて初回の山本由伸のピッチング、いきなり満塁のピンチ、ワンアウト。バッター銀次、この打球がファースト正面、モヤがボール飛んでキャンバスを踏む、そしてホームバックホーム、これはタッチアウト。そのゲッツーが大きかった。この表情山本。その裏ランナーセカンド、フォアボールとバントで送って吉田正尚、これがレフト前タイムリーヒット。まあ、ヒット1本で1点先制ですもんね。そうですね。はい、山本に援護点。さらにランナー2塁1塁から中川、初球を打ってレフト前タイムリーヒット。吉田ホームに帰って2点目、この追加点も大きかった。見えば4回です。さあここ楽天チャンスを作ってランナー3塁1塁、バッター銀次、ストレートを捉えてライト前タイムリーヒット。これ3連打だったんですね。でこの後の攻撃ですよね。はい、そこはこれ1点でしのいだというね。そしてこれ4回です。バファローズはチャンスを掴んで2アウトランナー食べるんですが、ここで福田はセカンドゴロ。石橋も踏ん張りましたね。はい、まあ、2回以降粘りのピッチング。さあゲームは5回です。ここは辰巳がショートゴロ。このフィールディングは大谷を、これうまかったですね。島内打球もショートゴロ、ここも軽快に太田がさばいています。さあ6回の山本のピッチング、ワンアウトの後バッター浅村、外のスライダー、この回はこのスライダーをうまく使っていました。はい、さらにブラッシュに対してもスライダーと、ツーアウトの三振。6回も連打に抑えます。追加点が欲しいバファローズ、6回先頭バッター中川、カーブを捉えてレフトへ今シーズン第3号、京セラ第1号。3本のホームランも今シーズンいずれも楽天戦、粘っていた石橋からのホームランでした。まあ、この後ピッチャー久保に代わってチャンスはあったんですが、この福田セーフティーバットはピッチャーゴロ、久保が抑えます。ここで久保は今日のゲームで500試合登板を達成しました。プロ101人目です。さあ7回の楽天、ワンアウトランナー2塁1塁で代打フェルナンド、注目ボールとショートゴロ。さあゲッツーかと思ったんですが、この送球少し高くなりました。ここでゲッツー取れずにランナー残ったんです。ただそこで辰巳に対して最後はカーブ、若月の選択という話がありましたけどね。そうですね、バッターは許せる球ですよね。山本は7回102球で降板、失点1でした。さあ8回楽天ランナー3塁でバッターブラッシュ、ただここは3番4番を神戸が打ち取りました。鈴木康平がさばいてスリーアウト、それも一つ大きな山でしたね。さあそして安楽がマウンドに上がった8回、先頭バッター大田打球は三遊間、ここでウィーラー取れません、記録はエラー。その後満塁で押し出し、1点もらったバファローズ。そしてロメロ、この打球が左中間真っ二つ、ランナー3人がホームに帰ってきました。この8回一挙4点、7点目が入ります。まあ、これでもうほぼ勝負決まったというね、そんな打球でもありました。9回山田がマウンドに上がってツーアウト取って、下鶴はスイングアウトの三振で試合終了。7対1バロを使って昨日今日と連勝です。